20本入りタバコケースが出来上がりました。でこちらが設計図ですね。制作過程は省略いたしましたけれども、当初の予定通りの外形寸法となりまして、接着すべて完了。そして先ほど、面取りが終わりまして、角の部分はすべて滑らかにしました。入れ方としては1段目が7本、そして2段目が6本、3段目が7本の20本入れということになります。全体的には少しきつめに作りましたので、スリーブですね、外箱に入れるときには若干押し込んで、そしてさらに押し込んで入れる格好になりました。かなりきついので、お尻からノギスで、押してあげました。そんな感じになりましたね。このノギスですけど100円ですよ、ダイソーで。恐ろしい時代になりましたね。でこちらが先般作った40本入れのタバコケースです。で大きさ的にはかなりコンパクトにね、新しいやつができたと思ってます。